さあ始まりました、フローバックのウェルカムバック、フローバックのたつきとマサルとレイジとサンジェイです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、やってまいりました。やってまいりました、9回目、はい、このラジオはですね、僕たちフローバックと一つ屋根の下で共に笑い合うように雑談や企画をしていく番組となっております。はい、毎週水曜夜9時より FB ハウスからお届けしております。本日は第9回目でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、緊急報告ありますか？はい、30分遅刻しました。自ら、まあ、遅刻ではないんだよ ね、 ですよね。正確に言うとちょっとスケジュールが30分、はい、何30分遅れで書いてあったっていうね。書いてあって、うん、そうですね。はい、でなんかマサールに、うん、0時30分遅れてるよって言われて心臓止まりかけて結構ガチで終わったと思った1日。そうですね。あんなにね人に厳しくしてるから、厳しくしてるからあのより厳しくしてるつもりだったんだけど、うん、まあスケジュールは、うん、あの基本僕が管理してるんですけど、うん、僕が間違えてやってしまったので、うん、セーフです。全然セーフです。セーフです。いただきました今。セーフです。セーフですね。セーフです。はい、ということで、本編に参りたいと思います。はい、本日の本編は出会いと別れを繰り返し人は強くなるです。エモ急にエモいきなりすごいですね。、うん、すごいな、うん、タイトルが、うん、簡単に説明すると春は出会いと別れの季節ですよね。うん、なのでメンバーそれぞれが卒業したいこと、新たに始めたいこと、何でもいいです。新年度を迎える前に話していこうよっていう企画でございます。はい、はいはい、なるほどですね。はい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 、うんうん、新年度を迎える前に、そっか、もうそういう季節か。そうですね、あっという間だね。あっという間ですね。ちょっと前まで冬だったのに、うん、少しずつ暖かくなりつつあるっていうね。なりつつありますね。はい、花粉も来てますしね。うん、そうね、うん、僕まだ大丈夫です。今年も大丈夫か。今年大丈夫ですって思うようにしてます。ズルズルしてるよ。言い張ってるね。そんなことないですよ。まあ卒業したいことといえば、まあ、あの基本的にあのタバコをやめたい。おお、あ、マジ？すごい、なんか、ま、結構大きくないその決断。でもいつもやめたいと思いながらやめてない。うん、あ、そうなんだ。だけど、うん、どん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 あのタバコが値上がりしていくたんびに、うん、いやもうこれがラストチャンスだなって自分で思うんですよ、区切りをつけて。うん、けどまだ。でもあのどん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 税を払ってるという。なるほどね。じゃあもっとさ、もう付加価値をつければタバコに。対してそのじゃあ1本吸うことにより、うん、例えばじゃあ1000円払うとか。おお、だってその、まあ、確かに高くなってってることに対して、あ、もうそろそろだってなってんだったら、うん、もう一気にもう1本1000円にしちゃうみたいな、うん、自分のルールとして、まあ、確かにタバコはなんかその制作ごととか煮詰まったりとかするとタバコって本当に減るの、うん、めっちゃ、はいはいはい、でまあ FB ハウスとかにいるとまあ作業してたりその合間だ、うん、編集とか、うんうん、まあ、収録の合間とかに、まあ、ちょっと時間小休憩みたいな挟むじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとタバコ吸いたくなるんですよ。うん、 だから、まあ、まあタバコ吸っちゃうなって感じなんですけど、家では基本的にタバコ吸わないんで、へえ、そうなんだ。そうなんだ。意外とその家外にいる方がタバコ吸っちゃうから。うん、家だと何本くらい吸うの？3本かな、朝夜。あ、朝ごはん食べて1本と帰ってきてごはん食べて1本と寝る前に1本。え、じゃあさ1日の平均どれくらい吸うの？最近だとまあその1箱。ああ、1箱吸うんだ。1日でってこと？そうそうそう。え、それで今いくらなの、あのタバコの値段っていうのは？400円。うわ、スタバ飲めますわ。でもそれでもあの本数が、まあ、年あのなんていうの、値上がりしてはいるんだけど、うん、本数が少なくなったのよ。はいはいはい、はい、その入ってる量が、うん、僕が吸ってる銘柄のやつかね。そうだね。そうだからまあ400円で、まあ、500円出したら お釣りが返ってくるから、まあ、得した気分になってしまうっていう、そのそういう錯覚に陥ってるんだけど。あ、そういうことね。いや、あれはあのさ、そのタバコ買いたいなと思ったら、うん、400円を貯金箱に入れるとか。まあそうよね、うん、そういう使い、友達がそれやってた。あ、でもでそれで1年間なんか分かんないけど15万ぐらい貯まってた。マジで、うん、でもほんとザラに行くよね絶対。
すげえそういうやつだったんですけど、そのさあ、じゃあ辞めたいと思って辞めれる気がする？辞めれるとは思う。あ、なんか人によって違うじゃん、あ俺別に吸わなくても大丈夫だよって人とさ、うん、まあ、どちらかというと旗から見てるとジュダイに関しては吸わなきゃダメな人な感じするんだよ。確かに、確かに、そうね。ちょっとそわそわしだしたもんね。そう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 。しかも一時期禁煙してたことあったの覚えてます？あ、まあ、なんか 何回かこのフローバック人生では、まあ、レイジは覚えてないらしいけど、全然覚えてなかった、ごめん。何回か挑戦はしてるよね。で、あの、ほんと些細なことで、あの、崩れるんですよ。まあね、まあ、例えば、まあ、今は、まあ、こういうご時世だから飲みに行かないけど、うん、まあ、飲みに行ったらタバコを吸う友達もいるし、うん、で、まあ、制作ごとが詰まれば詰まるほど、まあ、なんかちょっと息抜きしたいなぐらいでまたするんですけど、今なんかいけそうだなっていう、どんどん減らしていけばいいんじゃない、ね、ちょっとずつ、今日は1本と、今日だから卒業とは言わず、あの、単位を取って、うん、あの、卒業間近に向かいたいっていう、まあ、リハビリしつつ、リハビリしつつ、そわそわしないならいくらでもやってほしい。わかりやすいもんね。そうそうそう、いやだってさ、こうなんか一瞬ジュダイがそわそわした時にタバコに見えるもんね。そうそうそう、タバコが動いてるんだよね。なんか CM だったよね、あのタバコのさ。なんかあれに見え出すから、 それがちょっとずつ緩和されるのであれば。そうだね、最近打ち合わせの途中とかはね、うん、ちょっと一回捨ておいでっていうね、時間を作って。確かに、そうです、甘やかされて、ね、頭回ってねえなーって時があるからね。で、他ありますか、他のメンバー。ちなみになんか始めたいこととかないんですか。あ、始めたいこと、始めたいこと、うん、あ、確かに、それこそあれ YouTube 始めたりしたからさ。あ、そうだね、うん、あ、でもなんかまあ、それこそ僕の課題でもあるんだけど、うん、なんかあの、まあ、それこそ YouTube も始めたりとかして思ったのは、やっぱトークを上手になりたいなと思って、あ、だからなんかそのいろいろ一応本読んだりとか勉強してるんだけど、うんうん、やっぱ一番いいのって芸人さんを見てるのが一番参考になるなと思って、芸人さんのラジオとか、あ、ラジオ大事ね。そうそうそう、うん、すごいラジオつって、その特にたっちゃんラジオすごい聞いてるし、この中で、うん、聞いてる。だからなんかその間とかタイミングとか上手じゃん、うんうん、多分そういうの見てるからだと思うんだけど、うん、なんかそういう上手な人を見て吸収するのを始めてるって感じが。なんかラッパーの R 指定さんが、うん、なんか一時期、まあ、今もかもしれないんだけど、そのなんて話し家さん、うんうん、のやつを見に行ってて、そういう間とかリズムとかを学んだみたいな、うん、そうだね、なんかテンポが大事らしいね、トークって。いや、テンポ大事だね、テンポと間がすごい大事。それこそさ、こうフローバック4人になってさ、うん、こうなんだろう、 MC のさ、うん、なんだろう、それぞれの間合いが変わったじゃん。あ、そうだね、まあ、そうね、まあ、そういったところでさ、なんか割と最初の方は交通事故も結構多くてさ、うん、そうだよね、なんかスクランブル交差点歩いてる波に一個のボケに対して飛び交ってたからさ、そ、ね、あそこらの間とかもなんかできてたらなんかもっと、そうだよ ね、良くなるかもしれないし ね、うん、だから、まあ、まあ僕含めなんかこう4人の空気感っていうのも、うんうんうん、なんかトークでこうなんか引き込まれることができたらいいなっていうのは、うん、まあなんか始めたいっていうか、もうもっと始まってるんだけど、うんうん、より意識していきたいなみたいな感じかな、うん、いいね、うん、いや俺はね、早寝早起きかな。あ、夜更かしのイメージすごいもんね。夜更かしなんだよね。てかね、うん、夜しかね、なんかね、仕事とかもそうだし、うん、やりたいことがはかどらないのよ。あ、分かるね、すげえ分かる。基本早起きしたとしても無駄に過ごしてしまう時間が多くて、うん、分かるよ、すげえ。そうなってくると、なんか必然的にこうどん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 夜にやってって、うん、遅くなって、で朝、ね、起きれないみたいなのが続いちゃう、うん。なんか結構没入型でしょ、なんか一回入ったらずっとやっちゃうタイプでしょ、ね、多分なっちゃう、うん、そう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 、だから結構夜までやっちゃうね、うん、だそれは直したいなと思う、うん、朝早く起きて、なんか仕事できる人って朝早く起きて仕事してるイメージない、うん、なんか分かる、まあ、その朝充実してて、うん、なんか夕方ぐらいからもう就寝の準備始まってますよぐらい、そうそうそう、で夜は自由に過ごすみたいなね。だから自分自身容量がいい方じゃないから、うん、なんかだからこそ、まあ、今のやりたい自分のペースでやってんだけど、うん、なんかそういうなんか早起きして、うん、なんか優雅に過ごすっていうのもちょっといいかな、うん、仕事しながら優雅に過ごすみたいな、そういう感じもなんか良さそうだなと思ってる、うん、だからそういうのを始めてみたい、うん、この、うん、今年はまあ健康的に生きていきましょうよ、うん、生きていきましょう、生活習慣良くしていこう、うん、改善していこう、今日はそんなところですかね。そうですね、ここからはお便りのコーナー、皆さんたくさんのお便りありがとうございます。
早速お便りいくつか読んでいきたいと思います。ほい。ラジオネームエリさん、エリさん、フローバックの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。毎週大好きな皆さんのトークを聞いてほっこりしています。今日は皆さんに聞いてみたいことがあったのでメールしました。ほう。皆さんは思い出に残ってる卒業ソングはありますか？私は毎年この季節になると卒業ソングが聴きたくなります。体育祭や合唱コンクール、休み時間のバレーボールや給食の時間、そしてこのままずっとクラスのみんなと一緒にいられたらいいのにと思った当時の気持ちなど、曲を聴くことで思い出が鮮明に蘇ります。曲は旅立ちの日に、大地三章、うん、そのままの君で、うん、桜などです、うん、懐かしいな。皆さんから歌った曲やまつわるお話を聞けたら嬉しいです。よろしくお願いしますということです。なんか旅立ちの日にと桜は知ってるんですけど、うん、この第一三章、うん、とそのままの君では初知りなんですけど、うん、初知りだね。この2つは初知りか。でも意外と聞けばわかるんじゃない。あ、聞いたことあるなると思う。聞いてみよう。旅立ちの日には確かにそうだな。これは定番だよね。うん、え、白いってやつだよね、うん、ちょっと一瞬時を戻すけど後で聞いてみようって言ったけど本当に聞くの？聞いレジさん、みんなで本当みんなで聞く。後で聞こう本当に。聞いてみる一回。え、じゃあ僕が聞いてるのをじゃあ後でストーリー載せといて。OK 本当に聞いてるよっていう。確かに気になるからな。 僕あれだな、世代多分ちゃんが多分世代だと思うんだけど、うん、グリーンの遥か。あーあー、みんな世代だよ。もう世代グリーンは多分マサハルくん以外下でしょ。多分1個離れてる人だって。1個、3つ離れてる。3つ離れてる人だから多分グリーンも多分聞いてない人。聞いてるよ。聞いてるよ。だってルーキーズとかだって俺たちが、うん、多分レイジくんが中学校の時は、うん、あのマサール君高校生だからむしろルーキーズの全盛期でしょ。 あ、マジか。めっちゃ今離れてみたいになっちゃったね。そうね。でもそう、そのグリーンの遥かは卒業の入場の曲だったから。でしかもあの歌入ってなくて、でてててあてててててカラオケみたいな感じのかって感じで入ってたの覚えてる。泣きながら僕が号泣しながら入場から泣いてたんだ。もう泣いてた。だってもう大好きすぎて高校が。なんで俺高校泣いてないな。俺も高校、中学も泣いてないの。中学はなんかつられ泣きしたけど、うん、全部泣いてるわ。しっかり泣いてそうだね。なんか全部泣いてた。なんだろう、思い出の曲か。その、まあ、旅立ちの日にとか、まあ、ちょっとこれ違うかもしれないですけど、皆さんこれ魔王とかって知ってますか？魔王、音楽の授業にあった魔王。あ、知ってる知ってる。マイファーザー、マイファーザーみたいな。知ってる知ってる、うん、知らなかった。なんかそういうのをなんか思い出した今。懐かしい。え、なんだろう、曲か。マサールくんなんかない？いやでも俺は旅立ちの日だよ。あ、旅立ちの日にが、うん、編成期、うん、みんなが声代わり迎えてギリギリのところで歌ってるのがめっちゃ好きだな。なんか高いとこ出ないみたいな。白い冬の中にみたいな感じか。声代わりが好きなんだよね。なんか声代わりしてる人の声を聞くの好きだったんだよ結構。なんかめちゃくちゃ低くならない？なんてことある、みんな声代わりが編成期。あ、僕はもっと高かったの声。そりゃそうだろ。みんなそうだよ。みんなそうなんですよ。なんか俺は気づかない間にあの声変わりしてた。ほんと。へぇ。俺、小学校が一番低くて。あ、そうなんだ。こう来てる。声上がりなんだ。声上がりしてる。声上がりしてるの。そっか、まさに声上がりタイプ。声上がりタイプ。じゃあ、どんどんどん、これから、どん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 声高くなってくる。60歳くらいになったら、もうずっとファルセットみたいな。かわいいな、そういう。かわいい、キャラクターみたいになっちゃう。俺はね、あれかな、その、これ多分他のとこでも話したけど、津波？津波？津波なんだ。そう、津波をね、見つめ合うと？見つめ合うと。結構ラブソングな感じだった、だけど卒業なんだ。そう、それをね、その歌ったのよ、卒業式で。へぇ。卒業式が終わってクラスで歌った。あ、だそれはなんかクラスのテーマソングかなんかで。あ、なんかいいね、そういうの。そうそう、なんかあるじゃん、なんか月ごとにテーマソングで朝に歌うみたいな。なかった？それごめんごめん、なかった。え、ないの？え、ごめん。え、合唱を特化にしてる学校じゃないの？合唱学園？合唱学園に通ったの？そんな学校じゃないんだけど。わかんない、あのそういうのがあって、そう、毎月毎月歌をみんなで決めて朝歌うみたいな。でその時の、最後の曲は津波だったのよ。でそれをなんかみんなで歌いましょうって言って
歌って、うん、みたいな、そういう感動したっていうエピソード、うん、その時初めてその卒業式みたいなもので泣いたかもしれない。やっぱ卒業式ってやっぱさ、だってもう会えなくなるっていうその悲しみが一番大きいかも。そっか確かにね。友達とで、だって実際に今高校の友達と会ってるんだって、もう 2,3 人ぐらいだもんやっぱり、うん、だからこそなんか同窓会とか盛り上がるんじゃない。ああ、うおーってなるもん。確かに、同窓会とか行ってる、行く、行ってる、成人式以来行ってないかも。昔は行ってたけどな。あ、でも3月の何日に同窓会あるわ。行くの。ダンス部のやば、うん、多分12年ぶりぐらい。やば、いいじゃん。で、その学校、そのダンス部の顧問の先生がその学校辞めちゃうの。ああ、そういう、そのなんか退任っていうのは何て言うんだっけ。はい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 、だから、まあそのなんていうの、おい、なんか退任っていうか、その何て言うんだっけ、定年でしょ。定年で退職しちゃうからおいって、お祝いお祝いの方か。絶対違う方でしょ。違う、おいじゃないよ。あの、お祝いで、そう、お祝いのおいって言った。だからその、おいてる方のおいかと。位が行ったらの、本当に、お祝いのことおいで止める人いる？いや、絶対おいの方で言ったよ、多分。まあ、皆さんは僕の言葉を信じてくれると思いますけど。だからそれ、やめてしまうから、うん、で、最後にみんなで集まるって、3月の、いつかちょっと確認してするんだけど本当に行くのか行こうかなと思って最後にね。それはね、そうダンス部全員集まるっていうから。いいの。じゃあ3月にあるんだ、それが。いいね、3月あるらしい。そう、そういえばそうだ、超タイムリーな話が。楽しみじゃん。楽しみになっちゃう。俺逆に全く行ってない。マジか。同窓会、まあこっちにいるっていうのもあるんだけど、それこそさ、結婚式とかもさ、あー、はいはい、全然誘われない俺、本当に本当にね、切ないよ。俺多分ね、友達いないわ地元に。結婚式誘われない。俺も誘われない、うん、マジ。逆に僕誘われすぎて、うん、あのご祝儀の、ご祝儀金欠になってる。ご祝儀金欠だから、あの、だから二次会だったらっていつも言ってる。おいおいおい、二次会だよ。すげえ申し訳ないんだけど一次会から本気出せよでもね、意外とね、多分これ聞いてる人でね、うん、その気持ちにね、賛同する人多いと思う、はい、難しいよね、うん、そうね。ね、うん、今のところその結婚式お誘いが結構あったの、俺も、地元の。でもコロナの影響とかで結局やらないとか延期とかで、まあ出席自体はできてないんだけど、だからあったらね、ほぼ同窓会みたいな感じになるから、うん、楽しいよね。楽しい、同窓会って楽しみだな。容姿とか変わってるとすごい面白いもんね、やっぱり。確かにね、髪型が変わってたりとか、うんうん、顔の形が変わってたりとか、ね、顔の形ってあれね、ボコボコ、の例えばすごい痩せたとかね。あ、そう太る人多いよね。太る人も多い、確かに。あー、そっかそっかそっか。うん、レイジとかびっくりされんじゃない、高校の時の。いや、だびっくりしたと思う。だって、マジで本当になんか、本当にやばいもんね。やばいもんな。痩せすぎて。痩せすぎて。うん、びっくりする人も多いと思います。うんうんうん、何の話だったっけ、これ。思い出の卒業ソング。離れたなー、随分。同窓会の話になってました。そしたら、エリさん、あの、レイジの同窓会の報告、お楽しみに。はい、行った際は、はい、行かないっていう選択肢もあるから、ね、もしかしたらあるかもしれないんで、行かないじゃん、行けないもある、ね、行けないかもしれないからね、このご時世ね。では次行きます、はい、ラジオネーム、笹さん、うん、あなたにとって捨てられないもの。はいはい。プロバックの皆さん、こんばんは。割と何でも捨てられるタイプなのですが、今まで行ったライブのチケットは全てファイルにまとめて取ってあります。すー、初めて行ったライブとか、この時はあの友人と一緒に〇〇まで行ったなとか、うん、私にとっては大切な思い出の品になっています。今は電子チケットも普及してきて便利にはなっていますが、紙チケットの良さもありますよね。めっちゃわかる。いいですね、俺この人の笹さんの気持ちめっちゃわかる。素敵ですね、とても、ね、素敵。俺もそういうタイプなの、捨てられないタイプ、捨てられないタイプね、うん、だから多分フローバックで初めて新幹線で遠征した時のチケットとか多分取ってある俺。やば、やばい、エモ。飛行機とかすごい、やば。捨てられなくて、多分ね、俺その時ね、全部ファイルに入ってる。へー、思い出ってやっぱ形が残ってると、やっぱ、うん、やっぱ思い出すものなのね、やっぱり。うん、昔のさ、うん、なんか一番最初に作ったフライヤーとか覚えてる？覚えてる、うん、覚えてる。あのスーツ着てるやつ。スーツ着てない、あの、僕バナナしてるやつか、ナイキの、あのジャンプしてるやつ。ノアスタジオの壁で撮ったやつ。あー、ノアスタジオの壁で、白い壁で撮ったアーシャみたいなやつで作ったフライヤー。僕、あの白黒のやつ、 T シャツ着てたかもしれない。そう、レイジのバイト先の人が作ってくれて。あー、やばい、懐かしい。
そうだ、そう、それさ、懐かしいんだけど、それを俺まだ撮ってる。やばい、画像とかだったらワンチャン残ってるかもしれないけど。そうそう、だからそれが多分神文化の良さなんで、いいね、確かに。逆に俺ファーストワンマンのフライヤーっていうか、うん、あのジャンプしてる普通のなんかスーツ着てるやつ、あ、はいはいはい、初めてウムで単独する時のフライヤーは冷蔵庫の上に、あ、冷蔵庫に貼ってある。へえ、そうなんだ。よかった、冷蔵庫の上だったら多分見えないよね。埃かぶってそうだけど。だからね、紙での良さね、うん、はいはい、今だから今いろいろ便利になってきてはいるけど、それこそまあこんなフィルムカメラも一緒じゃん、やっぱ残るものだからさ。そうね、そこに思い出が入ってると思うと、うん、そうね、だまあ見返すことができるものはまあ何でも尊いですよね、うん、まあ、そうですね、うん、紙文化もね、うん、いいよね、うん、確かに。なんか紙文化で思い出したけどさ、俺高校の時の友達がさ、うん、なんか雑誌社に就職したいっていう友達がいて、うん、それを先生に言った時に紙文化なくなるからやめろって言われたって言って、マジか、やめたって言って、そうそう、切ねえと思って。マジか、うん、まあでも、まあ、先生の言いたいこともわかるけど、うん、あれだね、ロマン、色気がないね。なるほどね、色気、色気がないね、ちょっとその発言は。だって最近新聞ももう電子書籍になっちゃってるもんね、今。新聞で見れるアプリ、 それを確かケミオさんが宣伝してて、あー、そうね、CM になってるんだけど、はいはい、空港のやつかな。だから、そう、多分若い人にも新聞の文化を多分、うん、こう、まあ、広げようとはしてる。だってさ、あの実家とかって新聞取ってたでしょ。取ってない、取ってない。うちのお父さんは取ってた。うちのお父さんは、うん、取ってた、取ってた。お父さんは取ってた。うちも取ってたんだけど、うん、やっぱりもう取らなくなってくるもん、だんだん。やっぱそうなのかな。なんだろうな、変わってくのかな。でもさ、なんか日本人っていうかオタク文化だと思ってて、やっぱり自分の好みっていうか自分の好きなものはやっぱり物として置いときたいんじゃないかなと思ってて、それは漫画とかで思うんだけど、コレクション的な漫画って減らないじゃん、そのやっぱりこんだけ電子書籍がその主流になっても、本屋さんには必ず漫画とか雑誌っていうか専門に特化してる本とか絶対本で置いてあるから、それはなくならないんじゃないかなと思う。なんか物として手元にあるのは嬉しいよね、やっぱりね、その、そうね、まあ、今はそれこそこうなんて言うんだろう、配信、うん、音楽も配信とかが主流になってきてる中だけどさ、うん、なんか CD とかでこの手元に物として残るっていうのも、それはそれですごいいい美学だなとは思うよね、うん、しかもそれに今までサインとかもかけてたわけじゃん、うん、あ、そっか、やっぱりそれをこう自分がさ応援したとしたら手元に来るっていうのはめちゃめちゃ嬉しいことだよね、うん、そうね、確かにね、そういう文化もね、うん、残していきたい。フローバックのウェルカムバックではあなたからのお便りを募集しています。今月のトークテーマは、あなたにとって捨てられないものです。はい、はい、フローバック .no.welcomeback@gmail.com までペンネーム、トークテーマ、メッセージを記載して送ってください。詳しくは概要欄に載せてありますので、ぜひチェックしてください。ということで、はい、あっという間にエンディングの時間でございます。早くない？今日もたっぷり話しました。ソダさんから告知をお願いします。そうですね、フローバック新体制となるワンマンライブ、フローバックライブ2022スクエアが5月15日に開催されます。会場は大手町三井ホールです。詳しくは、フローバックのオフィシャルホームページをご確認お願いします。お願いします、お願いします。じゃあそれではレイジのお決まり一言占いで締めていきたいと思います。はい、それではレイジさん、はい、お願いします。させてください。声変わりしそうな男性を4人集めてカフェで散る。すると恋愛運が下がります。お、下がるんだ。気をつけてみんな、気をつけてねみんな、うん、結構大丈夫それ、中学生くらいの男の子集めることになるけど。だからダメなの、だからちゃんと大人の恋愛しましょうと思って。それではフローバックのたつきとマサルとレイジとそうでした。また来週。